私は若かりし頃フィリピンにあるイリ国際稲研究所にいましたイリを卒業してから数十年再びイリを訪れることはありませんでしたしかし偶然にもイリを訪れる機会を得ましたそれまでは宿泊したお客さんを迎えに行っていたところに今度は自分が訪問客として泊まっていました 何とも言えなない不思議な感覚でした建物などは当時のままでした塗装はされているのでしょうが数十年前に過ごしたまま時が止まっているように思えましたこれは女子寮です研修などで入りに来た女子学生などはこの女子寮に宿泊します左に見えるのは自家発電用の発電機です 昔は電気が止まることが多かったのでこの自家発電は大活躍でした短い停電はなかったので大型の発電機が3機ほどあったと記憶していますこれらは自分がいる時にはなかった建物です確かジーンバンクだったと思いますこれは幼稚園ですスタッフの子どもたちのために幼稚園も完備されています これは本部の建物を裏から見ています。それほど本部に行くことはなかったと思います。カフェテリアから歩場の方を見ています。ちょうどロータリーになっていて、通勤時間には入りのバスやジープニーが忙しく行き交っていました。これはある日のカフェテリアの食事です。ご飯に牛肉と野菜の煮物ですね。 そしてパパイヤです小さな緑のものはカラマンシーで柑橘の香りと酸味を加えてくれますパパイヤとカラマンシーの組み合わせは絶品だと思いますこれはカランバとマニラを結ぶ高速バスです当時は BLTB という社名でした今では B が D へと変わって DLTB となっています 確か B はバタンガス州の B、L はラグナ州の L だったと思うのですが、D は何を意味するのでしょうかね。知ってる人がいれば教えてください。当時一緒に働いたフィリピン人スタッフの多くは、今でも入りで働いていました。そこで連絡のつくスタッフには声をかけて夕食を共にしました。 実に懐かしい顔に再会することができました。しかしそこには一名の大事な男が欠けていました。その男の名はボイエット。彼は体を壊して外には出ないようにしているとのことでした。それならば、と、こちらからボイエットの家に出向きました。体を壊したのでしょうが、 全く昔と変わっていませんでしたフィリピンとナイジェリアで一緒に働いたグレンの家に招待されましたグレンは今では UPLB フィリピン大学ロスバニオス文校の教授です家族も元気そうでした昔の仲間と再会するのはやはりいいものです トライシクルは電動化されていました昔は小さな2ストロークエンジンのバイクにサイドカーのようなものがついていて煙をまき散らかし,しながら走っていたのですが マニラ国際空港はやはりパルフィリピン航空の巣窟でした日本への帰国時には太陽が西へ沈んでいきましたこうしてフィリピンへの旅が終わりました